録画も開始したし大丈夫かな。映像切り替わってますでしょうか。大丈夫かな。さあ、ということで、で、前回のね、続き、こちらですね、やっていこうと思いますが、ちょっとね、今回は実はもう、目的をね、決めております。ということで、早速ですが、始めていきましょう。はい。さて、で、今回ですね、ミステリーレイクをまず目指していきます。そして、ミステリーレイクの、ダムの方に、たどり着いて、ダムの中を少し、何ですか？なんかちょっと物をね、あるかどうか見て、今日はね、そこでちょっと終わりにしようと思います。はい。あ、これしかないのか。あ、冷蔵庫に手袋を入れていたのね。で、今現在、結構、お腹とかも空いてるんだな。あ、意外と食料ないな。ああ、そうか。どうしよう。お腹空いてるし、喉乾いてるな。暖炉はなし。少し食料を持って、目指しますか。あ、こっちにあるんだ。さあ、じゃあちょっとこの辺持っていきましょうか。意外と食べちゃってるな。よし、このぐらいにしましょう。で、水飲んで。あとは軽めのやつ1個食べようかな。ちょっともったいないですけどね、新しめで。冷蔵庫にね、入れてましたね。はい。そして、実はね、始まる前にお話ししていたんですが、ちょっと今回は、全くノーカットで、動画の方ね、アップしようと思います。マイナス2度。基本的にはいいけど、もやってますな。あ、まあ、無編集といっても、あれですね。カットをしないというだけですね。最近ちょっとね、見てくださってる方はわかるかもしれないですけど、ちょっとね、コナンの方とか、少しね、テロップとか入れてみちゃったりとかしているんで、はい。あれ、これ、どこの、どっちの山の上かな？とりあえずちょっとまっすぐ行きますか。はい、こんばんは。ということで、緑戸村さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。突然ね、始めたにもかかわらず、ありがとうございます。ちょっとね、ここ2、3日、実は体調を崩しておりまして、今日ね、やるつもりではいたんですけど、ちょっと体調見て、どうしようかなって悩んでたんですが、まあ、前回とはいかなくても、まあまあいいので、やっていきます。さて、さてと、しかし、もやっとるな。そういえば、日没とか全然確認しないで出てきちゃった。まあいいか。なんとかしよう。はい。やめてください。やめてください。ちょっと一回逃げるか。見てたりとかすれば一応すぐには襲ってこないんですよね。あ、待て、右側にもいるんじゃない？さあ、この一定の距離感、緊張感のある距離ですよ、これはね。怖いな。で、ミステリーレイクに行くって言ったんですけど、ミステリーレイクに行くのにどうやって行くんだっけな、みたいな。なんか、ここのマップの左の方だったような気はするんですよ。怖いな。無視していくか。後ろ向いてたら、襲
ってこない？後ろ向いてたら余計襲ってくる？普通ならそうだよね。無視して諦めてくれるかな。そう、切れて見えないんですよ。とりあえず狼さんがいっぱいいる。狼さんがいっぱいいるストアに行ってみようかな。このモヤがちょっと怖いですけどね。諦めた？もしかして見失ったっぽいね。あ、登れた。ひとまず左方面だったと思うんで左行きますわ。確かこっちだったと思うんだよな。こっちの方から来たと思うんですよ、ミステリーレイク。あ、これ橋の下とかじゃない？違うかな。なんかこう登っていくようなとこありましたよね、確かね。そう、それでコメントね、いろいろいただいてるんですけど、なんかね、どうやらあ、これも調べたか。間違えた。なんか弓のなんだっけな、矢尻はなんかクラフトで作れないっていうのをなんかコメントいただいたと思うんですよね、確かね。で、なんか落ちてるのを拾ってみたいなことをコメントでね、いただいてるんですけど、なのでちょっとね、若木とかも結局必要になってくるんで、それを探しつつ、矢尻かなも探していこうかなと思っております。ミステリーディックの生き方覚えてないんだよ、ですよね。結構前だもんな、ノーマルでやってた頃だから。でも確かここのマップミステリーレイクから来てない気がするんですよね、なんとなく。ミステリーレイクからこのマップ入ったんだっけな、どうだったかな。あ、これはクラフトの机があるところだよね。あ、だからかなりマップで言うと左方面に来てるはず。大丈夫だね。あー、でもちょっと疲れてるな。コーヒーってないんだよな、確かな。右手に山の方面に行くようなものを行くような道を見つけたら行きます。このでももや怖いな。しかも日没まで何時間かちょっと不明なんで、このまま行くのも怖いんですが、行っていいものかどうか。大丈夫かな。ああ、やっぱそうなんですよ、矢尻と折れた矢がどっかに落ちてる。あ、これ橋だな。どうだったかな。あ、ここ来てないんじゃないかな。橋んとこの車なんて入ってない気がする。こっちまでは来てないか。ちょっと車見てみましょうかね。あ、やっぱ開けてないですね。お宝。お、ボロボロのウール製マフラー。また真っ赤で。運転用手袋。
暖かそうには感じないけどな。特にないか。よっ、小物入れ。あ、全然ないか。そうか、こっちは汚いんだな。コーヒーあればコーヒー飲みたいんだけどな。赤いのシャレオツですかね。そういえば枝ってある？枝21本あるわ。若干重くてちょっと疲れやすくなってんのか。あ、これ端っこかな。これ端だな。これは確か行き止まりでしたよね。あ、完全な行き止まりだね。これで行けたらどうかって感じなんだけど。オッケーオッケー。そしたらちょっと戻りの左方面登っていったらあるかな道。この霧の中でも山徘徊するのもかなりまずいですよね。かなり危ないよな。ちょっとこの辺から入ってってみますよ。いやちょっと日没までの時間が不明なのが怖すぎるな。これ山入ると荒れ出すんだよな。大抵そんな目に遭ってきた私は。あ、これ道じゃない？死んでも、そう、死んでもおかしくないんですよ。あ、これはガマじゃないか。久しぶりに見たな、ガマ。ガマじゃないか。万能な。これちょっと怖いな。どうしよう。今までのことが走馬灯のようにってまだ死にませんよ。私がなんかもう死にかけんのみたいな、そんなちょっと予言みたいなこと言わないでください。いや、ガマが好き、まあ嫌いじゃないですよ。もちろん好きですけど。好きですけど。いや、これね、貴重なんですよ。めちゃめちゃ貴重。これはね、助かるんですよ。久しぶりにガマの味をと思ったら食べれないぞ。あ、これか、茎の方か。すげえ、150カロリーキロカロリーもあるよ。すごいなこれ。これはほんと素晴らしいね。もう全部取っていきたい。美味しいのって聞かれてもな、ガマが美味しいかどうかはちょっと。私も食べたことないんですね。ガマって何ですか？うん、まあこういう植物だと思いますよ。こういう植物みたいですよ。喉乾く。あー、これ若木あるなー。シダカバちょっと取っていくか。重いけど2本ぐらいにしときましょうかね。オッケーオッケー。ヨコロ、あ、ヨコロってあれですよね、最初のところですよね。ヨコロ、んー、ちょっとあそこに戻るの怖いんですよね。気候厳しすぎて。まあもうちょっと、ちょっと余裕
私の気持ち的な余裕ができたら行きます。そっか、ガマ食べたら喉乾くのか。全然見てなかったな。あ、てかいつの間にか霧が晴れたぞ。7時間か。意外と余裕がないんじゃないか。てかガマありすぎじゃないこれ。ガマありすぎガマありすぎよ。あ、なんかあそこに、何あれ、なんか木でできた、なんか入り口みたいなの見えません？人工物っていう、感じの。あれ自然でできた、あれじゃないでしょ。何あれ？ガマ天国って。なんかそんなニュアンスの言葉あったよね、昔。いや、ほんとガマがいっぱいあっていいな、これ。食料ね。あるに越したことないんでね。ほんとに非常食。あ、何？キャンプ場？こんなとこあったの？うわぁ。知らなかった。あ、ちょっと待って、これとってる暇ないか。39分。ちょっとこれもらってくか。でも疲れてきちゃってるな。ちょっと怖いか。カラスの羽もね、取っておかないと矢に使うんですよね。こんなとこあったんだ。本当に知らなかったな。なんかあるかな。特にないかな。あ、バッグが落ちてる？バッグ落ちてる。お、新しいビーフジャーキーとか。すんばらしいね。あ、でも意外と何もない感じかな。あ、これは？これ。コンテナ。あー、何もなかった。がっかりだわ。よし、じゃあちょっとこのまま、もうあとないですよね。大丈夫だよね。ちょっと登ってっていきましょうか。ビーフジャーキー食べたい。想像しちゃいました、ビーフジャーキーを。あー、そこにもガマがたくさんなってる。ちょっとでも今はいいかな。覚えておきたい。さてさて、見つけたのはいいけど、ここがどこだか全くわからんのよね。ちょっと食べようかな。ちょっと疲労がまずいね。水も何気にって感じだから、どうしよう。ちょっと焚き火しようかな。あ、ここ登っていけるっぽいぞ。でもなんか登ってったらコンテナあった気がするんだよな。コンテナあったよな。 あそこに橋が見える。あ、ってことは方向的にいいんじゃない？この辺は雪が深そうな音がしてるな。この雪をね、踏みしめてる感じの音。
あれ、あの橋ってこれ左から行けないよな。左からは行けなかったよな。ちょっと登れるかどうかわかんないですけど、行くだけ行ってみましょう。そうそう、雪のね、この踏みしめてる音ね、結構いいですよね。あ、登れた。あ、線路だ。これミステリーディグでしょ。こっちにコンテナがあったと思うんで、ちょっと一回そこ寄りましょうか。はい、こんばんは。ということで、小山亮さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。5時間か。 OKOK。 あ、意外とすんなり来れたな、よかった。迷っちゃうとね、大変なんでね。はい、こんばんは。初めて生放送見ますということで、あ、ロングタックやられてる方が崇拝ボスさんですね。ありがとうございます。あったあったあった、あそこにあったね、やっぱね、コンテナね。私ちょっとね、ロングダック結構ね、まったりゆっくりやってるんでね、いろいろとこう、こうすればいいのにとか、あれやんないのとかあるかと思いますけどもね、まあ、あったかい目で温かい目で見てやってくれるとありがたいです。そうだ、雪といえば今日雪降ったな。関東でも雪降りましたね。まあ、積もるほどではなかったですけれども、あれはバールだな。バールいいな。帰ろう。 OK。 あ、ここに薪とハーブティーか、セーター、ちょっと服も見ようかな。お、ランニングシューズ。ここで休んでいった方がいいような気もするけど、どうしよう。行っちゃった方がいいかな。包帯。お、軍公認蛍光色。これ結構カロリー確かあるんですよね。あれがないですね。缶切りだ、ありがたいな。缶切り意外と結構使ってるんで、同じような言葉を並べるんじゃないよってね。いや、微妙だな。5時間か。ちょっと待ってください。ごめんなさい。変な思いしちゃった。よいしょ。5時間でしょ。1時間ちょっと休もうかな。ちょっとしか。あー、でも微妙だな。ちょっと怖いな。で、焚き火したいんですよね。よいしょ。あれ、今なんか録画が一瞬止まってた気がするけど大丈夫かな。焚き火つくといいんだけどな。あれ、これ録画失敗とかしたらどうしよう。あ、今 YouTube のやつ残るからそれでやればいいか。さあ、ついてくれ。頼むぞ。カマン。頼むよ。オッケー。
オーケー。おーし、来た来たね。で、肉焼いちゃおう。悪臭してるしね。しかも食べちゃおうかな。食べちゃった方がいいな、肉は。肉は食べちまった方がいいな。もうすぐ食べちゃう。もうすぐ食べちゃう。すぐ食べちゃうから。で、あと水も飲んでおいて、結構なくなっちゃったでしょう、これで。うん。よし。で、一切れしか肉取らなかったのか。で、あと、温めて、また食事をして、それで、向かっちゃおうかな。でも2時間か、危ない気がするな。2時間危ない気がするな。どうだろうな。微妙ですな。ピーチ缶食べちゃおう。結構かかるんだっけかな。危ないことしない方がいいか。一晩休んでいくかな、ここで。いや、ちょっと悩みどころ。2時間は危険だな。はい、こんばんは。ということで、カズノコさんいらっしゃいます。ピナクルピーチ食べちゃったけど、あー、悩むな。寝てしまって起きて気温次第かな。で、ちょっと夜かもしれないけど、気温次第ですね。ちょっともう寝ちゃおうかな。服を見よう。服を見て。あ、赤いマフラーしてた。解体とかしちゃおっか。で、日没、夜、日が暮れたら日が暮れたら、これ靴はどうなんだろうな。ちょっとあったかいかどうか見てからしなきゃダメかな。なんだっけ、衣類。で、こっちのが絶対あったかいよね、今のやつのがね。あとなんだっけ、あとなんかセーターがありましたね。セーター、あ、これ同じやつか。解体しちゃっていいですね。解体。OK。なんか今若干ため息ついてたな。ため息なんかつくんだっけ。あと靴か。一応見る靴。あ、絶対これのが寒い。走りやすそうだけどね。少しは軽くなった。そうでもないな。さあ、まあ余計なもん持ってるかもしれませんが、ちょっとガマを食べーの。ガマ結構重いんだな。20個で1キロになってる。で、水飲んで。あー、水もうちょっと作ればよかったかな、これ。失敗したか。さあ、寝ましょう。8時間。赤いマフラーが派手ではなく似合っている。そうでしたか。で、疲れ取り切れてないでしょ。取り切れてないでしょ。
して食べないでもう2時間寝ちゃう。まあこれはいつものこと、定番です。定番って言わないかなよし、でご飯食べて、あ、水作れてからもう一回焚き火しようかな。風の音しないしな。寒いな、朝だしな。ちょっとこっちの中に入って焚き火しましょう。風ないから大丈夫そうですけど、一応ね。よし、オッケー。北地もないな。で、あったかい食べ物食べて、水作って行こう。Come on. ついて。失敗しないでほしいな、今日は。今日はいいね。2回目の焚き火。成功しそうです。オッケーオッケー。これは行ったでしょ。行ったー。オッケー。石炭は使わんよ。貴重だからね。枝を、先に水作ろう。1リットル作っていいな。で、水質浄化剤を使いましょう、今度はね。これを使いましょう。そして、ハーブティーの前に、あ、これ新しいけど、いっか、食べちゃおう。食べちゃいましょう。またピーチ食べよう。あ、寒いか、寒いかな。あんまり暖かくなってから寒いみたいですね。よし、食べて、で、ハーブティーを作っていきます。傷んでる方使ったかな、今。使ったか、大丈夫か。よし、で、飲んで、あー、ちょっと凍えちゃったけど、まあ大丈夫かな。よし、行きましょう。枝も拾いつつ、さあ無事にミステリーレイクにたどり着けるか。あ、ハチェットがあるぞ。新しいな、ハチェット。新しいな、ハチェット。今使ってんのとどっちが新しい？変わんないね。ちょっとコンテナに置いてから行きましょう、ハチェット。なかなか進まないってねまあちょっと凍えてるしな。よいしょ、せっかくハーブティーで温まったのにあんまり意味ないけど。で、ハチェット、新しい方を置いていっちゃいましょうか。ステーターワークじゃないんだけど。よし、さあ、じゃあ行きましょう。Too much stuff to carry. よし、いや、いい天気だな。寒いけど、いいね。ふぶいてなくていいね。って言ってるとふぶいたりするからな。あんまり言わない方がいいかな。フラグになったら困るからな。そうだ、これ来たな。思い出してきた。これ結構長いんですよね。
ミステリーデイクまで。そうだよ、長いんだよ確か。すごい音してる。滝か。ちょっと滝の表現も少し変わったかな。よし。これストーリーモードっていつ頃なんですかね。結構長いこと。ね、時間経ってますけど。よーし。枝が全然落ちてないな。さあ、沿岸のハイウェイから出ます。Too heavy. OK。レイブンフォール線路。寒いか？大丈夫だな。そうだそうだ、この橋だ。これを見れば一気に思い出す。そうそうそう、これですね。危険な橋がこれです。これですよ。怖いよ。行きます。ゆっくり行きます。怖え怖えな。大丈夫かこれ。あれ、こんなになってましたっけ。こんなになってたっけ。怖いよ。っよし、一気に行ったぞ。うわ、めっちゃ怖い音してるじゃん。してるじゃないですか。すごい音してるぞ。絶対足ズボって入ってるけどね。まあ細かいことはね、気にしないでいきましょうね。下を見てはいけない。いい眺めだね、うん、すごいね。トラウマになりそう。私はちょっとあれは完全にビビってしまうな。さすがに足がすくみますね。あれ、こんなにあれだっけ。もっとすごい長かったイメージがあるけど。あ、でもまだか。このトンネル抜けて結構歩いていくんだっけかな。どうだったかな。なんかこの石の感じとか同じかな。なんか変わったような気もするけどな。ここも寒いか。ちょっと寒がってますね。早いとこたどり着きたいけど。そしてそっか、まだまだこれは中継地点だね。あ、枝あるな。これやってる場合じゃないかな。かなり急激に冷えてきてますね。どうしよう。枝ないな。枝がもうちょっとあればあるかな。ちょっと温まろうかな。この中で OKOK。 ここでこの中で温まろう。さあ、体温められるまでいけるかな。
ちょっと怖いけど、北地もあんまないんだよね。あ、風避けれてない、ここちょっと風入り込んできてるな。つくか、つくかな、大丈夫かな、これダメか。ちょっと待って、もうちょっと中行く、こっちの方がいいかな。ここがいいか、風避けれてないな、つかないかな。まずいね。結構まずいね。これもつかないかな。ついてくれちゃったりする？お願いだからついて、ついて、頼むよ。ここで消えたら相当ショックだよ。ついた。これ読み終わったやつかな。これだと温まんないから、石炭はまだ入れられない。石炭ちょっと、石炭入れる方向で非常事態なんで入れちゃう方向で。これ石炭を追加できるまでの時間22分ってことかな。ちょっとまずいな、早く22分経ってほしいな。ご飯食べよう。ガマ、で水、オッケー、入れられる、入れられる、まだね。まずいな、これだと温まらない。これ、あ、ハーブティーって何？急速？温めてまたハーブティー飲んでいきたいですね。水作るか？いや、いいな。まだ。まだ。早く入れたい。早く入れたいんだけどな。待つしかないですね。まあ、のんびりいきましょう。まだあと8分っていうことかな。40分までか。待とう、仕方がない。あー、皆さんは大丈夫ですか？風とか引いてないですかね。私なんかちょっと風っぽくなっちゃって、ちょっとねだるいというか、熱とかほとんど出なかったんですけど、ちょっと体調が悪いなーって感じでしたね。さあ、あと1分、早く、よし来た、これで温まるでしょう。あー、温まってきたー、オッケー。あー、はぁーですな、これ。ただ、体温まるまで待ちたいんだけど。1時間待つとかありましたっけ？あ、なにこれ。あ、時間を潰す。1時間時間を潰す。お、こんなことできたんだ。よし、じゃあハーブティー、間違えた間違えた、危ねえ、水を捨てるとこだった。ハーブティーを、作って飲んでいきましょう。
しょうがないな、ちょっと石炭は取っておきたかったけど。よし、オッケー、もったいないけど行こう。さあ向かいます。倦怠感、まあなんか辛いっていうか、辛いってほどではなかったですけど、ちょっとね、なんかやっぱ集中力がなくなっちゃいましたね。ぼーっとしちゃうっていうかね。風強い。枝とかちゃんと拾っていかなきゃまずいことになるな。でも思ったより寒くないですね。ハーブティー飲んだからかな。よしよし、今日はなんかあまりにもあれかな、何もないからちょっと皆さん見てて暇かな。さっきね狼に追われたけど負けちゃったしね戦闘しないで。この辺にあるでしょ枝。枝をくれー。意外と落ちてないね。この辺なんかない？大丈夫？大丈夫ね。あ、そう、それで今日ね、YouTube のみの配信してるんですけど、こんなのあるんだ。なんかコメントのね棒読みちゃんがないんですが、あった方がいいんですかね。あれどうなのかな。結局コメントがね入った時にそれに気づけるんで。あ、こんなとこに洞窟あった。なんだ、ここに来たかったなあ、これ使えるんだ。へえ。ロープは重いんだよな。覚えとこう。ここのがはるかにあったかかったのに。よしよし、行こう。あれ別になくてもいいんですかね。やっぱり、やっぱりっていうか、あった方がいいのかな。まあどういう会話してるかっていうのがね、わかりやすいですからね。動画で見てるときにね。よいしょ。今日は本当に波乱がないからな難易度は何だろう、ノーマルとかで言うとハードですね。上から一番上から2番目なのかな。いやー、あー、ここか。そっかそっか、列車のところだ。チョコレートバーゲット。あー、いや、そう、違うんですよ。ぼうよみちゃんがあった方がいいのかない方がいいのかっていう感じですね。あれ、これどっから行くんだっけ。こっちか。あ、オッケーオッケー。あー、いや、うん、お任せっていうか、皆さんはどういうふうに思うのかなと思って。
私もな結局なんか慣れたっていうか、あれこれ登れなくない？え、これどうやっていくのこれ？こっから行けんのかな？あ、行けた行けた。よいしょ。よしよしよし、怖い。これが危ないよな。これ危険すぎるよね。よし、マッチ。オッケー。なんか結構前に他の動画ですけど、なんかボーヨンちゃんの声が小さくて、あ、矢があった。矢ゲット、あったあった。オッケー。そう、なんかその話が見えないみたいなね、コメントをまあいただいて、まあ指摘されたんですけど、そうそう、なんかそういうのもあったんで、結局 YouTube 今ね見てる方はなんとなくその話の内容はね、コメントも見えてるんで分かりやすいかなと思うんですけど、まあだからね、私が説明ね多分すればいいんでしょうけど、どういう話かっていう。あ、枝枝、あ、あった方がいい。あ、やっぱそうですよね、やっぱそういうのもありますよね。あ、お腹空いてる？大丈夫ね。まあ、うん、まあちょっとまた考えますね。正直あの YouTube の方だけでやってた方が、まあ、ちょっと動作もね、あのパソコンの方に負担が軽いんで、こっちの方がね、あのいいと言えばいいんですけど、パソコン的にはよいしょ。ああ、そうなんですか。大読みちゃんがない方がコメントするのに気軽さはあるんですか。そっか、これって、あ、開けたりはしないと。あれ、これ空いてるとこありませんでしたっけ。スクラップ、あったあった。よいしょ。あー、灯油がある。ここに入ってんのかな。絶対重いよな、入ってたら。でも欲しいな灯油。これ欲しいな。 2.42 リットル。持ってくか。ミステリーデイクまでもうそんな遠くないでしょう、確か。持っていこう、頑張っていこう。なるほどね。まあまあでも結局あれですね、だから私があの話の内容をね話すようにすれば、皆さんにちゃんと伝わるようにすれば問題ないのかな。まあそこが逆にね、私がその説明をするっていうのが大問題ですけど、
そこに問題がある気がする。説明が超苦手なのにね。説明が苦手っていうか、分かりやすく説明をができないんでね、私はね、まあまあちょっと、まあ皆さんに助けていただきながら頑張ります。そういうふうに、そういうことになったら勝手に決めつけてますけど、皆さんに助けてもらうという。やっぱね、やってる私と見てくださってる皆さんがね、一体となるとね、非常に楽しくなるんじゃないかなと考えておりますんでね。あ、回線的にも YouTube の方が安定してるんですか。あ、そうなんだ。なるほど。ちょっとその辺はね、ちょっと分かりませんでしたね。あ、謎の湖っていう言うんだ、公式では。公式の日本語だとミステリーレイクじゃないんだ。謎の湖なんだ。直訳だな。あれ、ここ狼いなかったっけ。あ、てか寒い、ミステリーレイク寒い。よっしゃー、皆さん着きましたよ、ミステリーレイク。懐かしい。あとでそこの鹿も取りに来ようかな。多分助けます。え、多分とか、多分じゃなくて必ずと言ってほしかったですね。お前どんだけ人に頼ろうとしてんだって話なんですけど。よっしゃ、ダム到着。ふるさとではないですよ。懐かしいっていう気持ち分かりますが、ふるさととはちょっと違うかな。さてさて、この辺暗いんですよね。さあ、じゃあ、物色をしていきましょう。ちょっと暗いな。ちょっとランタンをつけちゃいますか。どれだっけ？これか。まんまでしたよね。あー、ちょっとこのランタンもったいないな。ちょっとこれはやめとくか。よいしょ。本当に見たいとこだけにしよう。ロッカー、鍵かけてあるのに何も入ってないの？ありえんな。何か入れてるときに鍵かけるでしょう。お、スキー用ジャケット、これちょっと直してみたいな。あ、くたびれたハイキング靴、オッケー。屋内に過ぎると閉鎖発熱症にかかる。なんだそれ。そんなのがあるんですか。すごいな。ちょっとここつけますね。何そんな。ああ、お玉ゲット。何そんな、なんか病的なものを抱えてるわけ。精神的に追い込まれてるのか。まあ仕方のない状況ですけどね。あー、見えない。そうですね。まあネタバレですね。そうですね。
あー全然入ってない。あー変な病気追加されたのってそれなんですね。病気追加とかやめてほしいなバールを置いとく。この辺はちょっと明るいかな。明るくはないな。OKOK。 薬もなんだかんだでそんなにいっぱいを取ってないですもんね。寄生虫にも勝てるっていうか、まあ薬があったから助かったものなので、まあ、私の力ではないですねフラグかなって。やめてください、そういうことを言ってはいけません全然助けるつもりないでしょ金庫か、金庫開けときます。これどうやってんだっけ、こっちか。このなんか地味なね、このこの作業、皆さんはどこまで我慢できるかな今回の動画はノーカットになりますけど果たしてここのところを飛ばせずに見れるかな、皆さん。動画で開いたな。一酸化中毒ということはないかなということで、まあ どうですかね、もしかしたらそういうのも追加されるかもしれない。あ、海猫さんいらっしゃいませ。インフル A を3日で治した男海猫さん、それ この間あれじゃないですか、この間寝袋で見てたからじゃないですか、寒い中それ違うか、インフルそんなんでならないか。いやちょっとあんまりコメントの方見てるとこれを通り過ぎそうだからちょっと今集中しますねさあ地味な映像が続いております。私の話では全く、持ちません。会話で盛り上げるしかないとかそういうこと言わないでください。プレッシャーをかけちゃいけませんよプレッシャーをかけないように、え黙っちゃいますからね、逆に。まあ、あんまりね、話そうとか話さなきゃとか考え始めると、どん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 ね、ドズボにはまってしまうというかね、ので、まあ別に気にしませんけど、私、実はね、意外と、黙ってるのとか平気なんですよ。ほら、会話が続かないとちょっと耐えられないとかいう人いるじゃないですか。私ね、結構平気なんですよ。全然しかし3つ目来ないな、これ。あ、来たわ。あ、なかった。フラグ回収ですね。フラグ回収しました。はい、なかったです。この辺とか落ちてそうだな。ないかな。大丈夫っぽい。OK。あれ、あと、どっかね。そういえば、向こう側に、これ。そうだ、降りたところに確か狼いたんだよな。インフルは移された。あまあでもそうですよね、まあ、誰かから移される感じですよね。あ、ランタンがある。ランタンは置いとこう。よし、特にないな。さーて、
下行ってみますか。ちょっと怖いんですけど。怖いよ。もういるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、見えないランタンを置こうと思ったんだけど置き方忘れたちょっとこら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 ランタンを置きたかったよ。置かしてくれよ。ちょっとまだいるんだよな。さあちょっと暗いですけど今、ライフル構えております。足音がする。耳キーン耳キーン耳キーン。ケツを打ってやったよ。ケツを。いやー、くそー。オッケー。さあ、じゃああとはね、この上とかを見て。すいませんね、ちょっと今日は短いですけど。終了といたします。いやー、あんな目の前にもういると思わなかったな。フレアね、そうですね、フレア投げれば見れましたけど、ちょっともったいないですよね、それだけのために使うのが。巻き取っておきましょう。よし、鎮痛剤とポークビーンズと、あと反対側か。反対側とあそこに、なんだあれ、なんとかバーかな。エナジーバーかな。あ、かなり空腹。食べるか。これだね。チョコレートバー。意外とカロリーの低いチョコレートバー。もう一個食べちゃおっか。 OK。 これオオカミ残りますかね。大丈夫かな、解体しなくても。だいぶ重くなってるはずですけど。あ、ウムネコさん、そのコメントの書き方はあれですか、コナンを見てくれてるっていうことでいいですかね。違うかな。 OK。 あー、暗いな。待て、一応つけようかな。お、何もないかな。あ、残ります、よかった。じゃあ大丈夫だね。あ、何もないや。 あるか。うっすらあるな。うっすらあるっておかしいか。フレアがさ多いですよね、本当に。あ、鎮痛剤ですね、これは。手斧置いとこ。よし、消して。あ、見てくれてます、ありがとうございますそう、コナンにねのテロップ、私ね矢印入れたりとかしてるんでありがとうございます。さあ、よし、じゃあ
ちょっと、セーブするためにそこのドアだけ入りますね。ここのドアだけ入って入って、そうだ、ここにも確か矢があるんじゃなかったかな。あったあった、ここにも矢がありましたね。さて、この辺は拾わないで、はい、 OK、 セーブ入りました。ということで、よし、じゃあちょっと短いですが今日はここまでに、しようと思います。で、言ったんですけれども、ちょっと今回はですね、動画の方このまま、ノーカットで、今回シーズン2の、パート18ということでこのまんまねアップしようと思っておりますので、まあ、もしね、やっぱりカットした方がいいなとか、そういうことがありましたら、よかったらコメントの方でね、書いていただけたらなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、それでは皆さんおやすみなさい。良い一日を。